どうも、空調系 YouTuber ヒデさんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、皆さんどうされてますかね。ダクト、化粧カバーを再利用なんていう時にですね、ここのビスが緩まないってことはありますよね。そういった時どういう対処をしていいのかっていうことで、今回ですね、このビスの外し方の動画を撮ってみました。あとですね、皆さんどういう風にされてるのか、教えていただけたらですね、コメント欄の方に書き込みいただけたらと思ってます。それでは動画の方ご覧ください。どうぞ。さあ、こういう化粧カバーですね、ビス舐めてることありますよね。そういった場合皆さんどうされてますかね。私の場合、このネジザウルスで外してます。まずこのネジザウルスで先っちょ、これ R になってまして、ネジをつかみやすい形形状になってます。ネジを緩めるですね、専用の工具っていうことで今結構売れてます。こうやって挟んでグイ、噛みついてネジザウルスで噛みつかせて、これホームセンターとかで売ってます。グイグイと回しながら、回して緩めて、回して緩めて、こういう感じで外してきます。まあ、こういった場合ですね、ネジが潰れていてもこのネジザウルスで挟んであげて緩めてあげる。そうすることによって外せます。外れた、外してやった。あとネジザウルスの他にですね、こういう叩いて回すインパクトタイプのものもあります。これはですね、今回買ってきました。前々から欲しかったんですけれども、このインパクトっていうのはですね、このここに説明書に書いてあるんですが、舐めてしまったネジですね、それを叩いてあげることによって打撃がこう回転に変わってですね、インパクト、叩いた瞬間の力で回してあげるようなものになります。まあ、ビスこんな風に舐めてしまっている状態で、まずですね、ここネジのところにですね、刃をあてがってトントントンって叩いてですね、こう十文字のですね、切り溝を入れてあげます。そして切り溝を入れてあげたところにですね、このインパクト、これインパクトなんですけど、ここに刺して当てて、切り溝を作ったところに当てて、ハンマーで叩きます。ハンマーで叩くことによって、それが打撃の力が回転の力に変わって緩むっていうものになります。こうやって当てて、はい、ドンドン、叩いた瞬間に45度もあります。このインパクトなんですけど、なんか使った感じとしては現場で結構使えそうだなと思いました。現場だと本当に塗装されてて緩まないビスとかも、舐めちゃってもう全然緩まないビスとかありますよね。まあこんな感じで少し浮いてきましたんで、浮いたらですね、もう浮いたらこのネジザウルス、それでぐるぐるもう回した方が早いです。ちょっと浮かしたらですね、これでくるくるくるっと回して外してあげましょう。くるくるくるっと感じですね。まあとにかく皆さんどうやって緩まないビスをですね、緩めてるのか、どういうふうにですね、緩めてるのか、こういうすごい方法があるよっていうのがあればですね、教えていただきたいです。コメント欄の方の書き込みをお願いします。ぐるぐるぐるって感じで、外れたよ、外れたって感じですね。ああ、よかった、外れました。ほんとビス舐めてるの嫌だし、あと塗装をね、化粧カバーされてるの嫌です。あとこれマンションダクトの場合ですね、この場合もネジザウルスちゃんが入らない。おお、僕の口じゃ挟めないよ、もう歯が立ちません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって感じですね。さあ、こういった時どうしてますか。
まあ、このインパクトがあればある程度は外せると思います。こう叩きながらですね、外してあげて、まあ、手前側に順番にこう叩いて、左回転で回って手前側にネジがですね進んできてくれればなんとかいけるのかなっていう感じなんですが、それにしてもこれ手間ですよね。手間です。今回ね、このインパクト買ったものですから、このインパクトである程度外せるようになると思います。でもですね、以前はどうしても外れない時っていうのはこういう風にしてやってました。秘密のイレギュラーな方法ですが、ご紹介します。それはですね、このタケノコちゃん、このタケノコちゃんを使っての秘技、ビス頭グイグイねじ込み攻撃。これはですね、あまり正規な方法ではないんですが、タケノコを使ってグイーと、まあ頭飛ばしちゃう時もあるんですけど、グイーと、これ縄文式のですね、火起こしみたいな感じで、これだいぶこの摩擦熱がですね起きるんですね。今ここをこすったことによって、ネジの頭をこすったことによって、すごく熱がこのプラスチックのですね化粧カバーに伝わってます。ビスを通じて熱が伝わっています。そうするとどうなるかというと、ビスの周りのプラスチックが熱によって柔らかくなって、グイグイ、はい、取れたって感じで、もうどうしても取れないっていう場合は、もうこの方法で何回かもう外したことあります。その他にネジを外す方法としては、こういった、切りでですね、穴を開けてビスにですね、そして緩めるっていうものもあるんですが、今回は使用しませんでした。なんでかっていうとですね、使えるビスがですね、限られています。まあ、使える場合と使えない場合があるんで、一応持ってるといいのかなっていう感じですね。まあ、お守りとして僕は今回、この実験をやるのにですね、ついでに購入してみました。使用できないビスはここに書いてあります。最後までご視聴ありがとうございました。ご覧のようにですね、どうしても外れないビスっていうのはあると思います。外れないビスはですね、タケノコでグイーッと摩擦熱を伝えて、プラスチックをちょっと溶かしてですね、外して、まあ、その頭だけ交換したりとか、どうしても塗装してあって色が違っちゃう場合なんかはですね、戻す時にコーキングを打って、外れないようにしてとか、まあそういうような工夫が必要になると思いますが、まあ外す、取り外す化粧カバーをですね、取り外すビスが緩まなくて外れない場合の秘技の方法になります。これはイレギュラーな方法なもんですからね、使える場所、使えないパターンも結構あると思いますんで、あくまでも参考にしてみてください。もしですね、他に、こんないい方法があるよ、まあ、ビス外れない場合ですね、こうやったらいいですよっていう方法があったら教えてください。よろしくお願いします。ご覧のように、ヒデさんエアテクチャンネルでは、エアコン工事の有益な情報を発信しています。今後も有益な情報を発信してきますんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。私のですね、動画配信のやる気が出ますんで、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。